キボ先生言っちゃいましょう。あの足をつけてあのみんな踊るんですけれども、まあ、その時に右に行く時、あ、皆さんから見て右立ってますか？ここは右ですか？先だけは右。この右にこう流す時って右足をトンとするんですよ。で次左をトン、でこうなるんで、多分この体の向きが傾くので、自然にそうするとやりやすいかな、全てがつながるかなと思ったり、あ、いかがでしょうか。トン、なるほど、ほい、グーもそっか一緒か。そう、一緒です。ほう、ちょっと体をこう、体をこう横にしたりとかすると、斜めにこう振ったりとかするとより、まあ楽しそうにはい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 、体全部をこう振ってもいいのかなと思います。体も振る。そうです、体もこの軸からちょっとこう振りながらやるといかがでしょうか。あ、でも上手ですよ、和也さんあの毎回見てるだけあって本当恥ずかしいね上手です。でも、ね、おそらくそんなにあの難しくはないと私は思うんですけど、どうですか、うん、難しいですか。でも今みたいにちゃんとこうあのゼロからやってくれたらいいかも。俺この足の動き知らなかったもん。うん、だから下ろしていく側の足を踏むってことだよね。そうです、そうです、うん、そうすると自然になんか体がこう動くかなと思います。へ、うん、俺これ足初めて知った。その方が多分やりやすいで、後々まああのいろいろできてくると、もう足関係なく皆さん踊られるんですけど、うん、最初はこう足も踏むと体の 動きやすさが増す。確かに体もこう一緒に、うん、っていう感じですかね、はい。この高さ、腕の高さは、まあ、同じ場所でキープでいいんですか？腕の高さは、手の高さは、まあ、なんかこう、まあ、とりあえず今習った高さがベーシックで、そうですね、下げたり上げたりをしない方がいいってことですよね。あ、もうこれまでも自由なので、自由、まあ、全然してもらってもいいんですけど、なるほど、まあ、ベースはこのあたりで、全然こう上げて踊っても、はいはい、こう下げて踊っても全然、はい、どうですか、すいません。いやすごいな、踊っても全然 OK です。足も別にじゃあその上げる高さとかもまあその人自由で、あ、もうはい、いや勝ち足自体が本当にもう自由な踊りなので、もう全然あの、まあ、基本はこれ、基本はこんな感じで、あとはもう自由です。下げていく側に踏み込む、こうですね、この手の付け根をタンタ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 ンタタンタタンでいいんだよね。タンタタン、そうですね、タタン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 、これも曲に合わせてちょっといけるかもしれないの、自然なのね。お、はい、じゃあ口三味線でちょっと音に合わせてゆっくりやりたいです、うん、はい、ぜひやりましょう。はい、もう足も入れてちょっとやってみますね。いきましょうか。それでは手を上げていただいて、はい、タンタ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 ンタタ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 ンタ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 ン、等身大三手前一三前な、皆さんも踊れてますか？ゆりやはいはいはい、わちゅうらうさしなぱぬはは、はいや、はいやせんするゆいやな、たんた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 んたたんたんた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 んたんた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 んた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 、あ、本当ですか？あ、逆になってますよ。逆になっちゃう。タンタタンタタンタタン。別に動く分にはいいでしょ。そうですね。あのもう自由に、あの今ここのね定位置で踊ってたんですけど、もうぐる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 、はいはい、あの会場を走り回ってもらっても結構なので、
自由に楽しく、なんかそのよくあるありがちな、はい、悪い例って言っちゃあれだけど、素人の人というか初めての人がやっちゃいがちなちょっと違うやつとかありますか。なんか阿波踊りあるじゃない、はいはいはい、阿波踊りなんかああいう感じになっちゃう人結構いて、あれはこう前後じゃないですか、はいはいはい、でも沖縄のやつは前後ではないよね。そうですね、横だよね。で指の手のひらもあれは結構交互にやってますけど、うんうんうん、沖縄のやつは同じ向きっていうのが、方向にその阿波踊りとかとのちょっと違いですよね。そうですね、阿波踊りもすごく難しいです、ね、阿波踊りもね、だからその徳島行った時の歌はねやっぱねカチャラシっぽいのも、うんうんうん、だけどちょっとねちょっと違うから、同じ方向にこう流していただいて、同じ方向で、まあありがちなというか皆さんこう、うん、やっててちょっと疲れてきてるのか、分からなくなってくると、もうただのこう、あラララララライブフェスのねフェスの感じになって、あこれ確かにいるね。そう考えるとちょっと難しいんですかね。難しいの、みんな結構こうなっちゃうのワイパーになっちゃう、なっちゃう。いやワイパーの人めっちゃいる地元の人もいるんじゃない、たまに若い子とかさ、はいはい、なんかそのベテランのおじおばはいないけど、うん、まあ、若い人いるよねこういう人。確かに、とりあえず振っとけばいいかみたいなワイパーは演習ですね。同じ向きでこう、はい、手首を返す、手首を返す、だそうです。はい、ちょっと調子乗ってできる人打ってますけど、だそうです。ちょっと今基本的な動きやってきましたけど、はい、先生、はい、なんか最初ちょっとデモンストレーションでやった時に、はい、回ってませんでした。くるくるちょっとね回りました。何それ。はい、まあ、ちょっと上手になってきて、うん、まあ、上手になってきてというか楽しくなってくると、やっぱり人間って回りたくなりますよね。回りたいよ、大体楽しくね。カチャシも自由なので回ってもらって結構です。なるほど、はい、ちょっと回るやり方というか、私はこうやって回ってみてますみたいなのを、ぜひ教えてください。やってみましょうか。はい。まあ、動きはこの状態の、行くんで、これで行くんですけど、回るときはもう一方方向にこう、回って。このときは、じゃあ別にこう、こうしなくていいわけね。まあ、やってもいいですよ、もちろん。やってもいいですし。うん、なんかでも変だよね。本当ですか。こうやってる人いないもんね。だいたい回ってたらこう、こうだよね。あ、じゃあ、はい、カズヤさんがそうおっしゃるので。カズヤさんのイメージですけど。じゃあ回るときは、そのまま、この流れた方向にそのまま。そのまま流れて。タンタタンタタン。で、ひっくり返したら反対。タンタタン。あ、なるほどね。目が回ってきた。反対。あ、反対。こう回る。なるほど、なるほど。はい、ひっくり返して反対。あ、もうそろそろ目が。はい、こんな感じです。この時の足は、だと2倍速みたいな感じだもんね。タンタ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 タンみたいなね。あ、そうですね。タンタ。あ、そうですね。倍で取って、はい。これまでのやつ行くと、だってタンタタンタタンってなっちゃうもんね。そうですね。二倍速で回ってよ。さっさっさと。これの時もね、やっぱさっき言ったみたいに体をこう斜めにして角度つけると回りやすいんじゃないかと思います。タンタタンタ。はい。でなんか、はい、回るのオッケーね。オッケーですか。回れた後、うん、なんかこんなのもやってませんでした。これが私はさっきやってたか怪しいんですけど、怪しいです。ありますよね。あります、あります。やります、やります。やってるやついますよ。うんうん。やってます。そういうやつ見たことあります。そう、琉球琵琶でこう、こねり手をっていうんですけど、こう使って、踊ることはいっぱいあるんですね。女踊りの時に。で、それを、まあ、勝ち足でもやっちゃおうっていうことで、よく、こう、上手な人たちが。何それこれも難しいからちょっと。一緒になこねり手。そうそう、これが、両手、一気にいきますか。はい。こう、両手を上げるんですけど、手のひらからこう、上に上げていって、で、ちょっと肘を下ろしたときに、肘を下ろすときに、こう、あ、上手、上手、上手。いや、でもこれめっちゃむずいわ。皆さん上手。もう一回ちょっといいですか。手を手のひらから上げてもらって、肘を下げると同時に、指をくるっとしてバウンド持ち上げる。そうです。あ、これ結構でも上級者向けですよ、だいぶ。あ、これね結構難しいです。地元のそのおばちゃんとか、うん、上手なおばちゃんとか絶対これやってるんだかね。確かに確かに、ね、おばあちゃんたちやってますね。こうやって、肘を下げて、そうです、くるっと中に指を入れ込んで出す。あ、これめっちゃむずいわ。でも上手ですね。まあ一応ね。一応ね。一応上手ですよね。一応疑問で。まあ踊りは初心者よ。
両手でもいいですし、片手でこう。片手でもいいの？そうそう、やっても、だん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 。こう、やってもいいんじゃないかなと思います。こう、肘を下げるときに、そうそう、内側にこう指を入れ込んで丸めて、横からちょっと、こうして、で、指を丸めて前に下ろす。タンタ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 。今度ゆっくりで。はい。この下ろすときにもこう丸めるわけ。それとも下ろし切った後曲げればいいわけ。いや、もう下ろしに、クッションをこう、なんていうんですか、手で優しく表現するというか、肘を下ろしながらも丸めちゃうと。そうですね、そうですね、下ろしながらもう丸めにいって、もう片手でやるときも同じところですね。そうですね、こうたんこんな感じですかね。タンタ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 組み合わせでやってみて、やってみましょう。右に回りましたか。右に回りました。はい。はい。はい、で、もう一回前に。はい、ベーシックに。そこで足さん、タンタ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 。逆になってる。怪しい。これ一つ覚えた一つ忘れちゃうのね。こっちましたよね。タンタタンタタンタタンスタンタ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 で、回るやつ、うんうん、で、こう、こねりっていうのこう、うんうんうん、あのウェイトリフティングみたいなやつね。ウェイトリフティングね。ウェイトリフティングみたいなやつ。この3ついけたら、まあ、ちょっとこの人できるなって。できるなって。なりますか？はい、なります、なります。よし。もうこれは、あの、舞台とかで発揮していただければ、すぐね、前に出て。これ踊るっていうね、行為もすごい大事なので、あ、そこ結構勇気いりますよね。はいはいはい。座ってる席から立ち上がって、うんうん、みんなの前で踊りに行くっていうのを、はいはい、率先して皆さんもやってみてください。でもこんだけできたら逆にもう私踊りたいですってなるからね。そう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 、うん、私踊りますってなる。これぜひねやってみてください。今日カチャーシーのね、はい、この踊り方を夏美先生に、はい、あの教えていただきましたよ先生。はい、ありがとうございます。いえいえ、とてもないです。楽しかったです。はい、カチャーシー、はい、沖縄で踊る機会たくさんありますんで、その時にね、その会場の人気者になりましょう。バイバイバイ。タンタ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 タン